はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日6時と18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、マルドゥ天使ということで天使デッキですね。はい、まあ前の環境でもね結構使ってたんですけど、戦乙女とか、まあ今回はもうこの怒りの大天使、まあこれを使いたいがための天使デッキ、まあこのジアードもいるし、この聖域の番人もいますし、なかなかね天使が強い。そしてなんといっても鋼の四天使がいる。こいつがねやっぱ強い、めちゃくちゃ強いよね。こいつと銀行破りの組み合わせがほんと強いんでね、こいつはもうずっと使われるやろうね、環境にいる限りはね。でまあ、このカードはね、もうとにかく楽しいんでね、怒りの大天使。まあ、4-4でもよかったんじゃないかなと思うんだけど、4-4だと強いんかな、強すぎるんかな。まあまあ、3-4でも十分強いんで、キッカーした時にプライチカウンター乗るとかね、もう、1個2個ぐらいおまけついてても、それで神話レアとかでもよかったかもしれんけどね、最近のカードパワーなら。まあでもね、使い勝手もいいですし、まあこういう部族デッキもねやっぱ楽しいんで、はい、環境末期でねちょっと遊んでいこうかなと思います。さあそれでは早速やっていきます。はい、プレイ。さあ7枚でキープ。まあ解き出してターン終了。サイクリングで構えた方が良かったかな。まあでも6マナまではもう伸ばしてもいいかなとは思うんですけど、まあややこしいんで先に倒しとこう。なんかなんかされそうなんで76になって出てきそうで嫌なんだよね。いや結構きついぞ、単純に強いよな。ワンギックス強いな。さあフォロー。切り崩しでいちいち倒しに来るぐらいかな。まあただ追放塾とかあるとちょっとめんどくさいね。絶望将来もあるのかこれ。めっちゃ黒マナ揃ってるやん。おお、なんかドラゴンエンジンだったら優しく見えるね。アタック。プライチカウンターだな。盾は絶対にダメだ。で、さあ、鼓舞する感謝。とりあえず絶望将来がちょっとね、聞きにくい状態にしていきたい。
悲しい手に来たか。きついな。本体だったら通してもいいんじゃないかな。どうだろう。4点別に通ってもそんなにきつくはないかな。さあブロックしない。まあとりあえずまずここにカウンター乗っけると。さあ怒りの大天使。さあアタック。はい、対戦ありがとうございました。さあまた高校ですか。高校多いな。お、これはありがたいですね。動き出しが遅いけど。これだったらなんとか間に合うんじゃないか。さあ鏡割りの偶話。さあ狼対天使。あ、土地が2枚出てくるのかな、これ。さあ、ブロックしません。まあ、1枚捨てましょう。さあ、アタック。まあもう先に倒しておきます。さあ怒りの大天使。仮の大天使のサイズを上げておきます。さあアタック。粗暴な聖戦士か。どうしましょうか。Show them how we agree.
さあ、ダック。さあ、聖域の番人。ターン終了。とりあえずここのタフネス6にしときたいな。まあ家の焼き払いとかは入ってないやろうけど。さあ、アーリンが出てきてトークン出してくる。さあ、エンド時に聖域の番人をコピーします。さあ、聖域の番人をコピー。さあ、フルパンで。はい、対戦ありがとうございました。さあ、対戦相手先行。これはしかしあれだね、ちょっと厳しいな。マリガン、まあ行きますか。アセラン模範かな。いろいろと厳しいけど、セラの模範置いといた方がよかったかな。悩ましいところですね。あー、なるほど。力いこう。まさかの浪人が2体。一応次来た時こっちから行きたいね。火力あるか。まあそれでも相手が除去できんかった時にそのまま勝てそうなのがこっちかな。沼が出てきた。沼が出てきたぞ。ちょっと意外でしたね。赤タンかと思ったんですけど。そして胸を取る可能性か。ただそうなってくるとあまりこれで勝ちという感じではなくなっちゃいますね。さあ、ちょっとライフ回復しときましょう。まあ、あとこの2枚もあるんでライフ的には問題ないかな。まあ黒なんでね、タフ4でも全然いかれちゃうんでね、わかんないですけど。さあ、助教を探しに行きましたね。先
にやっちゃった方がいいのかな。まあこれはちょっと切り札的に置いとこう。はい、さあハンコン2体でアタック。さあ監視者、さあこれでターン終了。稲妻の一撃か、殴ってきますか。それでは今ライフ的にはもう全然問題ないんで、さあ怒りの大天使、フェニックスのヒナも倒しておきましょうか。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。土地出しながらどうする。お相手オルゾフか、まあ、銀行破りから行きます。ちょっと土地伸ばさんときついね。いきなりリリアナか。まあ1枚捨てさせられるのはそんなにきつくはないか。聖域の番人捨てていこう。まあ、鋼の天使出して銀行破りで殴って倒してはいけるし、もっと反動捨てたくなかったと。なぜ出したさあハンコン、さあリリアのアタック、さあしかし土地がないのがきつい。聖域の番人までなんとか行きたいですね。英雄の破滅か、あーいいですね、土地が来た。まあそれだったらもう一回鋼のステンシ出してハンコンつけていこう。さあダック、まあ、次はドローとね、除去構えていけるんで。ケイヤ、これなんだっけ。それだと。さあ、もうライフはもうあるんで、警戒でいきます。さあ、アタック。ターン終了。まあ土地をね伸ばしていきたいので、
さあ登場していきます。これも警戒ですね。さあダック、除去飛んできますかね。さあもう一体銀行破り、ターン終了。おっと相手ちょっと土地が、ん、なんか閉まった、閉まった、なんだ、なんか閉まったらしいぞ。さあ聖域の番人、殴り切らせていただきましょう。まあどっちかは通るでしょう。まあここはハンコンでいきます。さあアタック、さあターン終了。はい、対戦ありがとうございました。遅いですけど仕方ないですね。間に合うのかこれは。さあジアだ、大使。フェーズアウトさせる。さあ攻撃しない。変わったデッキだな。
鋼の視点師。はい、対戦ありがとうございました。まあグーアルス行くか。まあ相手のデッキ次第だけど、相手なんかめっちゃマリガンしてる。鳥マリ。あ、しまった。こっちからだった。うわ、まあどっちにしてもダメか。さあ、鏡割りの偶話を着地した。とにかく土地が欲しい。あー、ドレイクか。それはちょっとあれですね、嫌ですね。こういくか。さあ、ダック。まあちょっとガンガン攻めていきましょう。さあ、怒りの大天使。お、先に使ってくれましたね。それじゃあ2点は本体いきます。うん、またどこまで状況あるかわからんけど、さあ、魂転移で怒りの大天使もらいますか。ちゃんとあるんよね。結構厄介だね。さあ、だっ、さあ次土地が欲しいな。いや、まあ土地なくてもいけるか。ジアーダいるから、聖域の番人で。いや、怒りの大天使で取りに行くか。ちゃんとあるね。破壊不能がつくのが厄介だな。なかなか優秀ですね。ただ相手ライフがないからね、あんま殴っても来にくいんじゃないかな。まあ殴ってくるか。あとアンタップさすこともできるからね、向こうもね。
これされるとどうしようもないな。まあ、とりあえずコピーしておきますか。さあ、聖域の番人。はい、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。マルドゥ天使ということで、結構まあ天使デッキとかそういう部族系好きなんで、まあちょっとただもうちょっと染まってる方が好きかな。もう余計なもん入ってない、ホーローとか入ってない感じの方が好きなんですけど、まあまあ勝てるように組もうと思うと鏡割りのグーワやらホーローとかね、どうしてもちょっと頼っちゃいますけど、まあでも強いですね。このセラの方、模範か、模範も強いですけど、怒りの大天使非常にね、やっぱ使ってて面白いカードなんで、まあ、あとジアーダからの鋼の四天使やら、銀行破りからの鋼の四天使、まあ、ここら辺の動きも面白いですし、聖域の番人もね、鏡割りの偶話と非常に相性良かったり、まあ、国別はもうお守り的に1枚入れれるデッキは入れといた方が面白いんじゃないかなっていうのがね、結構意外性あるカードって相手も警戒してなくてすごいぶっ刺さって、それでゲーム勝てるっていうのもありますんでね。はい、まあ天使好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。